はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、いきなりコツ持ちウィークの、今回は投手をやっていきます。高校はしらす高校です。とで、デッキの方がねめっちゃ悩んだんですよね。めっちゃ悩んだ結果こうなりました。まず野五郎くんですね。野五郎くんはこれもね、教えてもらったんですけど、変化球がないじゃないですか。だから変化球練習を、青骨で踏んだとしても変化球レベルがね上がんないみたいなんですよ。なんで変化球に関しては永遠にコツが踏めるという形になってるみたいです。で、なぎちゃんをお借りしてる関係で、俺はね、風投げくんの40を持ってないんで、風投げくんは今回ちょっと外れました。まあ三田村くんがね、コツ持ちウィークの特攻キャラになってるんで、まあ、コントロールは、三田村くんを入れて、でなぎちゃんは投手の方の特攻キャラになってるんで、この2人ですね。で、あと永久期間の友沢と、変化球がね、どうだろうな、稼げるかなっていうのがちょっと不安だったんで、折り辺の、スバルを入れてます。で、まあ、ダークネビラのね、暗黒スバルの方もちょっと考えたんですけれども、まあ、安定性を考えて、本当にね、あいつ失敗した時がね、めっちゃ痛いんで、普通のスバルを連れてきてますというところですね。これで、とりあえずやっていきましょう。野五郎くんがね、どんだけ働いてくれるかっていうのもあるんで、どうしようかな、コントロールでいくか。あ、そうそうそう、またね、天才の入部届を持ち込んでます。で、守備練とね、メンタル練習も能力は関係してくるので、まあ、上がれば上がったでそれでいいと思います。センス丸はつかなかったね。で、お守りは持ち込んでないので、なぎちゃんの評価は上げられるときに上げていきましょう。赤い球速138はまあ無理だね、しょうがない。変化球5、無理だね。どっちにする？三田村くんからコツをもらうか、野五郎くんはそもそもコツ全然くんない人だからね。もらえるときにもらっておく。何くれるか分かんないけど多いんだよね。10種類くらいあるからね、こいつくれるコツ。逃げ玉マジ金徳だらけだよね、野五郎くん。青銅高校のさ、沢村とかさ、古谷と比べるともう全然能力違うからね。実際ね、どっちの方が、まあ、なんか野五郎の方がね強い気がするんだけど、その実際の選手としてのね力ね。どうしよっかな、メンタルか結構いいんだよね。ただ青骨が踏めるんだよな。いやー、ちょっとここ投げちゃんでいこう。やっぱり評価上げを最優先にして、もう何が何でもクリスマス、マジクリスマス一人はやだ。せっかくね入部届も持ち込んでるんで、なぎちゃんはとりあえず乗ったから、まあまあいいんだけど、そうだね、彼女にした後もちょっと評価を上げていかないと、お正月が今度足りなくなるんで、やっぱり上げていくか。で、編成的にはどうなってんだっけ。スバルが前イベでしょ、でこいつも前イベでしょ。あれ、あとだって友沢が後イベだから、前にあと4か、これ。あとそうだね、前にあと4だね。まあ、前イベは大丈夫だとして、友沢が若干重いのか、なぎちゃんは軽いから、まあ、最悪告白イベントは普通に起こすとして、メンタル45、これはもう1上げればいいだけだから、どれだ、野手か、上げらんねえ。そうだ、敏捷だ、マジか、そういうことか。まあいいや、教えてください。怪我しにくさ、疲れでいいでしょう。クイックは別に取んなくていいと思うんで。
して、お骨三田村くん、何か絶対潰しといた方がいいのって投手は何だ。あ、低めはコツ掴んでいいでしょ。でスタミナを伸ばして、妄想があるけど、まあほっとこう。なぎちゃんがいるといえばいる、球速を上げておこう。球速を上げるっていうか筋力を稼いでおこう。青スタミナ三田村くん。あ、そうそう、あと基本的にね、女の子の投手キャラって能力が低いんで結構指導踏みやすいですね。打たれ強さ、カオルちゃんとかね、球速100キロしかないんで、デフォルトで多分100キロ以上はね下がんなかったと思うんだよね。あ、普通に告白イベントが起きましたね。フィッシュと、これでね乗ったかね。あ、竜の角貝イベントちょっともったいなかったな。赤原の評価とか上がってもしょうがないっちゃしょうがないからな。3人上げられる。これは体力が下がるだけだっけ。何にも経験点くんないんだね。定期イベントだよね。で9位にしましょう。カイドウはさすがに取ってらんないからな。なぎちゃんの妄想か。まあでもな、いいやつはもういらないよな。みんな星3にはなってるから無理してあげる必要もない。ちょうど来たしね。これどうしよっか。普通はっていうか、まだ本当に最序盤だったら一番上を選ぶんですけど、あ、残念だったねにしてみる。必勝ポイントくれるんだ。これはでかいぞ。 F でいこう。あれ、これ俺先発で投げんの、もしかして。変化球何にもないんだけど、できるかこれ。そりゃ打たれるよねこんなクソ能力。あ、でもそっか、天才の入部届でちょっと能力上がってんのか。三田村くん急速いけるけど、ちょっと待ってね。投手特殊能力ポーカーフェイスね。まあもうこれは来たらしょうがないでいこう。低めは掴んでおきましょう。重い球戻すかな。56の30か。ジャイロは3でもういいでしょ。カチューンとか取れないね。変化球が足んないのか。バント封じは取っておこう。で内角ももういける。こんなもん。いずれにせよちょっと経験点が不足してるか。変化球はだいぶ不足してるね。投手、待てー。変化球なしでいくか。だったらさ、重野に任せた方がいいよね先発こんなやつが投げるより。取られた。うーん、無理か。同点だったね。これね、経験点取れると何気にでかいからね。これさ、別にさ続けてもっていう感じなんだよね。あ、今回スバルが重いんで、ちょっとのごろくんの通常イベントは別に1回で終わらせちゃいましょう。でタッチがいるけど、うーん、垂れ強さはな、2回掴まなきゃいけないからね。投手94か。それなりに必要だな、やっぱり。
死に上がり。よし、ここで回復が入った。幻の1球。ちょっと待って、マジで何にも覚えてないよ変化球。スタミナ63、三田村くんか。あー、どうする、友沢一回やっとく。後指は普通にね厳しいと思うんだよね。スタードライブ覚える関係で、まあ、まずはスライダーでもとりあえず取っとく。せめて1位みたいな。あー、63上げられるか、スタミナだったら。よし行こう、なぎちゃんもいることだし、スタミナ1しか上がんない。カチューン。変化球ポイント。序盤の方かどうするかな、妄想しよう。これはね最大値が上がるんですよね、体力下がっちゃうけど。でここで回復をしてくれるんだけど、練習できるほどにはなってないね。 18% は厳しいよ。うん、前部の妄想はいいや、ちょっとデートしよう。しらすイベントが起こってくれれば結構なぎちゃんの評価は上がっていきますね。打球反応をもらえるのか。素直に教えてもらうと。みんなの人気者がね、これがね本当に。練習に集中しよう。もう一個13上がってほしいよね、せめて。ちょっとこのイベントがねしょぼすぎるんだよね。その割にはいっぱい続くし。ここでまた最大チャップ。うん、前指の人が結構妄想に入ってくるんだけど、どっちかっていうとな、後指の人が入ってほしいんだよな。友沢もね通常イベント2回あるからね。でさらに追加イベントが1回あるけど、まともじゃない友沢ってさ、金徳4回いなかったっけ。あれ3回で終わったっけ。あいつまともは金徳3回で終わるんですけど、イベント回数どうだったっけな。あ、守備がいける。カチューンをさすがに潰しておくか。打球反応敏捷かな、やっぱりな、ちょっとネックだよな。尻上がり2か、取っとこう。でカチューン取るでしょ。いかんせん変化球がない、変化球が。これでまたちょっと敏捷を稼ぐ。牽制ちょうど敏捷用だね。変化球、よしよしよし、まともか。いいね、さすがに。ただはね、まともくんはね技術系なんで、変化球ポイントがすげえ稼げるかっていうとそうじゃないんでね。あれ今何上がった、技術ポイントが上がったよ。あ、そっかそっかそっか、永久期間だからか。別に変化球練習したからといって永久期間はね、別にその練習に対応した経験点をもらえるわけじゃないんで。あ、そっか、クリスマスだったか。しかも立川がいるから、
まあ、特に回復させる必要はないかな。あれ一番上ってなんかコツもらえたっけ。真ん中はね体力40くらい回復できるんですよね。ただまあ普通にナギちゃんのイベントも発生するんで、回復に回復が重なるからね。立川がねもう少し経験点をくれる選択肢があればすげえ嬉しいんだけど、手応えスバルよく出てくるな。あいつ練習サボりまくってんな妄想にいるってことは練習サボってるってことだからね。三田村くんの2回目なので、まあ普通のイベントですね。まあこれはちょっと調子安定を取っていきましょう。やる気が下がるけど調子安定が取れると。頼む大吉出てくれ。はい、何も書かれてないひどいやる気が下がっていく。コントロール42はいける。ちょっと待ってね、変化球稼ぎたいは稼ぎたいんだけどな。まあでもこっちが優先だよね。42だったよね。変化球きつそうだな。スタードライブもね取れる気がしないんだよね今の段階だと。でまともくん、ここは体力があるので一番上にしましょう。投手はね結構変化球練習でね体力使うんで、上限は上がってれば上がってるほど有利になるんで。ラブパワー結構続くね、普通のラブパワーだけど。あこれ絶あナギちゃん出てくるか、絶対ナギちゃん出てこないのかなって思ったけど、あ尻上がり取れるんだ。妄想か。体力マックスなんだよね。変化球微妙だな。19か、まあ、変化球レベル1だからね。あとやる気がそんなにない。一回妄想しよう友沢の顔があれかなしょうがねえなーっていう顔してるな。よしやる気アップ、よしやる気アップ。幻の一球が進んでいく。一応見てから。変化球だね。総変3、総変2だからな、まだ。いや2球締めを取っとこう。スタンドラがねちょっと特殊な曲がり方するんで、シンカーかな。じゃあちょっとシンカーを取って総変3か。マジでスタドラ取れる気がしない。しかしここでダブルタック、変化球を上げろ。変化球ポイントをくれ速球対抗心。長かったな、何周続いた。ラブパワー、ここはまた F でいこう。先にちょっと変化球を上げておきたい。シンカー、スライダーも上げとこう。そこからのスタミナ、ちょっと待ってね、その前に特能キレ取れない、変化球ポイントが足りない。牽制は掴んでおこう。打球反応もいっか、結構敏捷溜まってきたからね。重い球とかどうなんだ。1、あリリースがあった。変化球ポイントがまたなくなる。マジで変化球ポイント不足だな。速球対抗心、はいか、来たら来たでしょうがない。緊急登板、これもなんかコツがあったような気がするんだけど、でもなんかもう取ったっけ。
牽制とかなんか打球反応とか、だからどっちかだよね取れんの。忘れちゃった、牽制だったっけ。なんとかして抑えてくれ。よし、点は取ってくれた。あとは俺が抑えた俺が抑えたわけじゃないけどさ、俺は点を取られたけどさ、実績点2だかんね。よしよしよし、このポイントも助かる。ここで回復が入って練習ができる。体力が減ったけど総合ランクが上がったから練習ができる。これは嬉しい。スタミナ77。どうするよ。スタミナどこまで上げる。筋力でもさやたらあるね、なんか知んないけど。まあここまでだな。まあちょっと待って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 、悩むな。これどうする。77か。まあいいや、やっちゃおう。割と、あ、間違えした。あるからね。だからマジで変化球が足りてないんだよ。4上がったし、しかも。これ、スバルさ、もう S100 だよね、多分今。ナギちゃんってどんくらい回復してくれるんだっけ、バレンタインで。これまた体力減るからね、このイベント。まあ、上限が上がるんだけど。結構減ってるよ今。あ、なんかすんげえ回復した気がする。ほらやったぜ、緩急もくれた。変化球にいるね、三田村くん。ちょっと待って、見る見る見る、僕を見ていこう。キレはじゃあ取ろう。ここか、黒ファイ変化球がまたなくなる。緊急登板。順応もいけるか。速球対抗心もじゃあ取っちゃおう。よし、変化球練習。ポーカーフェイス、これはもうしょうがない、来ちゃうのはしょうがない。変化球でいけるね、スバル。ただポーカーフェイスはさすがにもうつかもう。これはもうもったいなすぎる。どうせだったら投手のレベルが上がってくれた方が、最終的に投手に切り替えればねいいんで。肘爆弾、根性。スバルどんどん強くなってないか。まあ俺がさ先発投げるからスバルの出番はなかなかないんだけど、失敗しやがった。友沢はね、なんかね割と失敗率高い気がするんだよね、俺の中では。結構しくじってる。でもう毎回毎回見てるけど、緩急もいいよね、取っちゃって。あ、根性か。精神80も使うからな。逃げ球もね何気に重いからね。手応えか。変化球すげえ使うな。だったらちょっと変化球上げときたい。スタートナってちなみにさ変化球関係あんの、依存的な話で。対左、対左もまあ2で掴むのは難しいからね。もうここは無理でしょう。妄想か。まあ出かけよう、デート。イベントの進み状況がいまいちちょっと分かんない。友沢はもうあの金徳失敗したからしょうがないとして、ここは体力回復しないんだっけ。友沢でちょっと回復しとく一回。打たれ強さでいくか。なだめるは打たれ強さだったよね。よし、これで立川が終わったか。
で、友沢失敗した。あと、あと、三田村くんか。三田村くんもでもあと1回。完走できんな、これ。4% だったら、まあ、ちょっと攻めていいでしょう。打たれ強さはじゃあ4なんで、さすがに取りますと。4% とかだもんね。マジで怪我するときは怪我するからね。玉持ち、玉持ちもね、重いんだよね。玉持ちね、4でいいと思うんだよ、本当に。で、まあ内角にしましょう。内角のコツをね、もらってるんで。ただ内角そのものはね、金徳めっちゃ軽いんで、あんまり気にはならないかな、そのコツがなかったとしても。あー、頼むぞ、スタードライブ。これってさ、まあ、スバルの方はこうやって完成するけどさ、俺の方ってなんかどうなんの。あ、フォーク覚えた。やったー。これはもうさすがに無理だね。デートを進めていきますか。デートもわりかし早く終わりそうだな。あれ、ここって何もないの、ちなみに。成功すると失敗しやがった。やる気一回下がっちゃったかな。ここで上がんないかな。上がんないよね。うん、回復しよう。やっぱりここは普通に青。メンタル友沢か。結局野五郎くんのさ、変化球とか一回も来てないよね、まだ。根性、よし、根性はじゃあ呼んでいくか。投手だとこれ何くれんの。マンボウ。ああ、なるほどね、釣り上げたもので違うのか。このやる気をちょっとなんとかしたい。これでいいのかな。まあ、スタードライブはね、取れたのがまあでかいかな。友沢失敗したけど、根性の方か。根性の方、よし。玉持ち全体的に結構使うからね、玉持ちって。変化球でいこう。これはまた、あ、野五郎くん来た。重い球、 OK。シゲノを指導し共に成長し合えた。シゲノの確かに変化球は上がらないね。うわ、やる気が完全になくなってしまった。珍しいな、ここまでやる気がなくなるの。これはまあやる気とかも回復しねえかんな。スタミナ84か。やりたいね。取んなきゃいけないもの、投資もな、まあまあ重いからね。重い球はじゃあ取るか。内無双やっぱ軽いよね。なかなかいい金徳だとは思うんだけど、めっちゃスタミナキャラになってんな。2伸び、球速は全く上げてないからね、まだ。これは D が一番低いか。俺のやる気がなさすぎる。もうスバルの妄想とか意味ないからな。どうするこれ。まあ、やる気効果アップがあるやつって友沢が若干あるんだよね、 50% くらい。だね。いいか、ちょっとデートしよう。最後回復はしないんだよね、確か。あとやる気が上がってくれるかどうか。やる気上がってくれ。よし、とりあえず上がった。形勢逆転。俺もやる気がないでござる。
やる気出せ。 OK、 やる気出た。よし、 B 賞も測ったね。そしてなぜかさ、総力が S になってなかった今、チーム能力的なやつ。え、総力 S になるとさ、走者釘付けとかになるのかな。調べてないわ。投手で何くれんのか。よし、ここから変化球をどんどん稼いでこう。割とダブルタック来てる。ただこうダブルタックでね、めちゃくちゃ経験点が総編11 7 8 9 10 11 4 4上げるのはちょっと無理だな。スタドラだって3にしとくでしょ。いやー、足りないです、そら足りないですわ。145、150まで一旦持ってこう。よし、三田村くんなんだっけ、あとクイックとかでもくれるっちゃくれんのか。あ、どうしようかな、もう経験点に走るかな。野呂くんやっぱ結構いいね。友沢がいるから技術が結構乗ってんのか。あー、経験点にしようっと。よし、だいぶやる気を取り戻した。もうこれは無理だから寝るしかないよね、さすがに。いや、もうほんとこのイベントどうでもいいわ。野呂くんね、得意の石だと思ってるんで、やっぱ強いね、普通に。カオルちゃん連れてくればよかったかな。でもカオルちゃんを連れてこようとすると誰外すかっていうことなんだよね。これどっちがいいの、上にしてみよう。精神、あー、特にいい練習がないな。もういっか、これ妄想しとこう。変化量とパワー、メンタルに野呂くんがいるか。なんか潰さなきゃいけないのってあったっけ。ここら辺はまあまだ置いておきましょう。もう投手とか取っちゃうとね、なくなっちゃうからね、精神が。逃げ球も技術使うしな。金徳をね、まだ結構置いてあるんだよな。形勢逆転とか掴んでおく。あんまり金徳を残しすぎると金徳に縛られちゃうんでね、最後の経験点振り分けに。あれ玉、お、急速野呂君に勝ってるか。変化球はちなみに総変10か。ダブルタックだね、これちょっと行きたいね。スバルコントロールとかくれんのかな、コンコツ。いや、ちょっとコントロールコツは諦めよう。で、総変70じゃ無理だよ、絶対無理だよこれ。上げられるわけがない。じゃあ普通にやろう、まあ、ダブルタックだからね、変化球足りてないし今そもそも。逃げ球、よし、逃げ球がこれで2にはなったな。コントロール、あれ、三田村くんって、あ、練習してやるか、なんか初練習かって思ったけど、ここに来てすげえ来てんな。でもうこれはサクッとしかないんで、うちのチームメイトってどうなってんだろうな。打撃力は B だから悪くはない、結構強いよね多分。で、まあせっかくだからスタドラを上げようと思ったら微妙に足んねえし、タイピンな、出番操作の時のためにね取っておきたいんだよね。ただまあ一精密機械ももう使うか、ちょっと試合のために少しやっぱり特能は取っておこう。内無双もなんとなく取っとこう。手応えこれいいよね、どんくらい能力アップするのか知んないけど。
ラズベリーいきなりか。いちごくんアウトコース、インコース攻めでいこうじゃん。振らない振ってきた、しかも危ない、テンってなるかと思った。お、1点取った。接戦。なんてさ、そういうさよくわかんない特殊能力こいつら持ってんの。うわー、またやべ、頼む。よし、いいね、取ってくれるね。抑えた抑えた、しかも割とスムーズにいった。おお、49もらえるんだ。あ、そうそうそう、試合経験点ボーナスはね、この編成だとね3人いますね。のごろくんやっぱいいね、来るね。どうする、これ。青コツとかがあるわけじゃないんだけどな、結構やりたいな。まあもうねえよ、ただ。あ、スバルがこっちにいるからマジでモブキャラしかいない。これはもう総力 S になってるってことは、金徳は総力だね。うど、当たらなければどうということはない。いくらパワーヒッターとは、うおー、出てきた、取れ。よし、ゲッ、おお、怖い。ほんとなんかね、ゲ、またうどかよ。ひどい。広角打法なんて持ってんのこいつ、パワー G のくせに。なんかさ、ミート高い人ってさ広角打法持ってるよね。そういう特殊能力なの、ミートが上手い人の方が広角に打ち分けやすいっていう。ノーアウトとかなんでさランナー出すんだよ、その前に。三振男、オッケー。広角打法の田上くん、オッケー。何気にゲッツーシフトになってたし。スタンドラップ、タイピン欲しいね、やっぱり欲しいわ。タイピン1でもいいから。よし、なんとか、まあ1点にね抑えてくれて、完投してくれれば、うん、経験点はもらえるんでいいでしょう。試合さえうまくいってくれればね。痛い。あ、俊英か、俊英もやだな。サイガとかマジでやだ。これでスタドラがとりあえず4にできるかな。お待たせいたしました。おお、いいねいいね。あとは俺が2人とありがとうございます富田くん。あ、走られてるなこれ、また悲しいよね。一塁に出塁されると結局盗塁されて出番が回ってくるっていう。1点取られてるし、1点取られてサイガかよ。ゴー、危ねえ怖い、サイガマジで怖い。本当にねサイガ、ゲッ、これ、おお、松野初球骨さえね用意できればね、マジで超優秀キャラなんだけど。景品で、しかもさ自動失点してるし、自動失点とか、あれ、なんか進化の曲がりがすげえ悪いな、なんでだ。 OK、 なんとか刷新、点は取ってくれんな、さすがに。大体さ
チームメイトにさ、こんなさ DBB のやつだっていたっけ、秀英高校に。たまに強いやついるか、あれこいつなぜか強いみたいな。もう4失点してるからね。え、何ポイントもらえんの。まだここはねマックス49のはず。あ、もらえるわ、意外にもらえる。計算式がわからん。よし、変化球スバル。手応え、手応えはじゃあつかみますか。手応えを掴んでおこう。あれ玉、それなりだね。よし、手応え取ったってことは、まあまた変化球にポイントを回していくか。変化球系のものは結構取ったよね。出た、キバ。キバとかまで前回打たれてるからね。ホームラン、チャンス20丸のパワーヒッターとか、ほんとずるいよこのピッチャーでさ、この能力あんの。OK、金原、金原も本当やな、このアベレージヒッター内野安打、イートエースとか。シンカーってこんなもんか、3だと曲がりが。打ったピッチャー二塁アウト、スリー。よし、ただ点は取ってくれる。出た、秋葉。ワンアウトランナー一塁三塁という場面。一塁三塁かよ。投げた、外角高めいっぱい、ストライク。前を仕留める。簡単に追い込んでいます。第4球を投げた、ボール、はっきりしたボール球、平行カウント、空振り三振。どうよって金原。初球はストライク、まずは決めてきました。投げた、うわあ、危ねえ危ねえ危ねえ。今ね、一応ボール球ではある。だからさ、そのさ、三塁に出塁されるっていうのはね。今一応あれっけ、これは絶対落ちるよ、ほら。逆境、窮地まで持ってるのかよ。簡単にツーストライク追い込んだ。投げました、インローへ、変化球外れたボール、カウント2ボール2ストライク。インコース引っ張った、切れていきます、ファール。ファール。次が7球目、合わせるのマジうまいな。カウントは3ボール2ストライク。フォアボールか。金原に回してしまった、フォアボールの。初球スライダー空振り、満塁で。投げました、インロールを切ってストライク。第3球を投げました、1球外した、ボール、カウントは1ボール2ストライクです。振ってくれたけどさ、インフィールドフライか。よかったよかった。なんかポテンと打ちそうだなって思ったけど、インコース高め空振り、これで追い込みました。外に逃げるスライダー、1球外してボール、カウントは1ボール2ストライクです。次は5球目、打ちました。これはセカンド正面。打球反応が良かったから取ったのかな、自分で。試合でね、経験点がうまく稼ぎ出せればまだまだ伸びるんで。青青青、コントロール、変化球16とか、スバルとか今どんだけ変化球あんのよ。これでもさ、ダブルタックだよね、ダブルタックだよね。スバルか、逃げ球取った。あとこいつ何持ってんだっけ、そもそも。ちょっと久々で忘れたな。逃げ玉と尻上がりだけ。じゃあコンコ作れるってこと、やろう。コントロール、コントロール、どこまで上げたんだっけ。 C とかにはなってんだっけ今。 C か。意外にでもさ、変化球溜まってきたね。じゃあさすがに4球種にはできないから、どれだ、あと進化か。あ、全部444にはなったか。ってことは
余った変化球で、まあ、ツーシームかムービングファストは欲しいよね。タイピンどうする、1掴んどこう、ちょっと絶対あった方がいい。怪物球威も取っておこう。あれ玉か、少し伸びがつくのさ、その少しがさどれくらいなんだろうね。要はさ街道を取ってさ、さらに荒れ玉を取るとさめっちゃ伸びんのかな。緊迫した場面が続きます。投げた、でこいつさ今パワーヒッター持ってんじゃねえかよ。第3球を投げた。甲子園に来るとねこいつ超強えからね。第5球投げた、変化球見逃し三振。際遠いボールになるかなって思ったけど、わヒットアウトの中三塁やめてよっていう。こいつもさアベレージヒッターとさバントとか持ってるしさ、よしいけそうだ。だノーアウトのさ一二塁とかやっぱ落としだした。ざっけんだこいつ。あ何めっちゃ揺さぶってきた。ゲッ外そう。え何このこいつの揺さぶり。カウントは3ボール2ストライク打ちました。取れる？取れないか。なんだよもう。俺ボール球もう投げらんねんだよ。依然フルカウント変わりません。粘りすぎだろ。空振り三振。バッターは7番小田地。でようやくワンアウト。投球これから2球目。だいぶもうスタミナを削られてる気がする。投球は3球目投げました。一つ赤原ってさキャッチャー丸だよね多分。ゲー打たれた。これは。スライダーはストライク。第2球投げました。打ちました。こいつはあれかな、守備が強いのかな、能力的に多分。内角低めいっぱい見逃し三振。鉄砲使ってるね、パワー B あるからね。初球決まってストライク。なんでっていう。変化球空振り、これで追い込みました。投げた高め空振り三振。あとは点を取ってくれることを祈るだけ。取ってくんないね。追加点のピンチです。ツーアウトランナー一塁三塁という場面で。てかさ1試合平均でさゲーこれやっぱりな。何回回ってくんだろうね。外角低め4イニングくらい回ってくるよね。変化球にキレがあります。そんなにランナー出してんのかっていう。打った、まあ、めちゃくちゃ打ってくるからねこいつら。アウトロー空振り三振。得意のジャイロボール。そっか俺ジャイロボールやっぱ点は取ってくれるわ。あとはここ俺が抑えるだけだ。知り上がりがあるからスタードライブとかすげえ曲がるわ。ガーハブねスタンドに入りました。ファボール、カウントは1ボール2ストライクです。ボール、カウントは2ボール2ストライク。投げたストライク。よーし何点もらえる。あまあくれるね、くれるくれる、全然いいよ。でちょっとここはさすがにメンタルをやらなきゃまずいと思うけど、やっとく？次に備えるとか言ってもさ次何が来るか分かんないからね。って言ってるとなんかいいのが来るんだよね。いややろ。ガー 2% ひどーい。こいつらも強えかんなマジで。ちょっと見るチームメイト能力。マグロくんすげえ、カットボールとシュート773とかさ、スタミナ S こいつ出した方がいいだろう明らかに。こいつも強えな。急速がないね。野郎くんさ全然やってないから弱いね。タッチもあんまり確かにやった記憶がない。三田村くんみんなスタミナやってるよね。他のやつらこいつらも変化球が異常だな。西野くんパワー A。 赤原強いよなさすがに、ま、チームメイト能力が高いねやっぱり。友沢呼べんだけど。マジで友沢こいつ使った方がいいわ。守備 F か。ショートがちょっと弱いね。友沢もな肩 C の守備 D だからな。まあ、それはしょうがない、守備が C だからか。
投手だとなかなか上がんないよね、そこら辺は。守備ってことは守備練習か、普通に精神練習で青コツを踏まなきゃ上がんないってことだもんね。この後に控えているのは月次部下よ。投げました、1球外した、ボール、カウント1ボール2ストライク、打った、流し打ち、サード右への打球、ブってさ、どんくらいなの？こいつ絶対強いよ、確か。やっと野手データ。そうだよね。SS だよね。で、パワーヒッターチャンス。能力は強えんだけどさ、イビキャラとしてはマジクソだからな、ブとか。さあ、次の投球。あぶねえ。ファーストくれば守備範囲内。ノーアウトか、カマカリとかもマジやだよ。満塁策取る？いや、ショックかけるか、ノーアウトだしな。投球は3球目、投げました。ボール、カウンター2ボール、1ストライクです。打ちました、前進守備セカンド左。よしよしよし、前進守備が。ランナーは2塁3塁変わりません。さあ、次の投球。ストレートはボール、カウント1ボール、1ストライク。これも、大丈夫だ。怖い怖い怖い。ランナーは2塁3塁変わりません。ストライク。膝元厳しいところ、キレのある変化球、インハイ、スライダーは外れてボール、カウントはワンボールワンストライクです。第4球もなんとか抑えろ。ボール、カウントはツーボールツーストライク、スタートライブ、よし、空振り三振、バットが空を切ります。お、いいねいいねいいね、またなんでまたさ、ノーアウトなの？これはちょっと無理か。初球から振ってきました、左に切れます。あのここで、よしよしよし、あ、まだ来る。こいつ何なんだ一体。でもラッキーだったな。見送ってストライク、まずは入れてきました。打った、アルボー、投げた、外角高め、直球は外れてボール、カウントはワンボールツーストライク。なかなか食らないよねこういう釣り球。ボール、カウントはスリーボールツーストライク、投げた、これは引っ掛けた、ヒット。だからさ、これ引っ掛けてさ、5点になるのが一番嫌だよ。なおもピンチが続きます。第2球、投げた、ストライク、軽く追い込んでまいりました。そのさ、追い込むところまではさ全然いいんだけどさ、追い込んでからがさ、こいつらマジ打撃レベル上がるからね。流し打ち、ファウルグラウンド、キャッチしています。投げた、ストライク、まずは決めてきました、投げました、インコース、ストライクはね、なんかポンポンって取れるんだけど、次は4球目、投げました。その後のね、ボール球をね、振らないし、ストライクに入れてくると打ってくるし、でタブ。待って待って待って、どうやんだっけ、ウエストしよう。ウエストどうやって投げるの？ちょ待って待って、牽制しちゃったんだけど。これでウエストしよう。ちょっとどうやってんのか分かんない、ウエスト。でこれを押して投げればいいな。どういうこと？ウエストを押して投げる。ちょ待って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 。ここはちょっともう。かまかりで。初球を打ちました。オッケー。友澤その。危なかったけどね。シラス負け越しのピンチです。ツーアウトランナー一塁三塁。なんで毎回毎回さ、こう三塁に出てるの。打ちました。取ってアウト。スリーアウト。打てないね。シラス負け越しのピンチを迎えました。まあ、スパイアウトランナー。打った。打ち返った。危ない。これでスリーアウト。よしよしよし。シラス。でも本当ね、投手疲れるわ。やっぱり。最後、うわ、何にもない。何にもない中でどうする？経験点を割り振ってこう。球速、コントロールだから上げてこう。技術足んないね。球速はじゃあ155にしておいて、変化球ゲッ。待って、すっげえ使うな技術。こんな使うっけ？球速って。いやー、ちょっと待って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 、じゃあ特能だ。悩むな。だよマジで。タイピン20丸が欲しい気がする。あれ玉取っとこう。あとはあとは玉持ちか。投手も取っておいていいよね、もう。もういいよね。で、伸びもせっかく1掴んだから、ちょっとやって、左も1掴んだから、ちょっと1取っとこう。で、そうすると技術が圧倒的に足んなくなるのか。
まあ、最後にスタミナを伸ばす感じになるかな。そうすると育休練習する価値あるか。技術稼いでおいた方が、友沢がいるからちょっとこれにしよう。少しでも技術を稼ぐ。さて最後の試合いきましょう。なんだかんだ出たら甲子園決勝まで来れたね。お待たせ。あでもさ、よくよく考えたらさ、これ天才の入院届使ってるんだよね。天才の入院届使ってこれか。ライト前に掴みました。これでワンアウト、ランナーは一塁二塁変わりません。打ちました。はい、引っ掛けた、ファール、投げた、打ちました、いい当たり、よし、ゲッツー、オッケー。知らす、ここは二宮もね、ワンアウトランナー一塁、キャッチャーとしては二宮、第二球、雑魚だけど、バッターとしてはアベレージヒッター持ってるからね、すげえな。今の守備助けられるわ。ここはなんとかしのぎたい。ワンアウトランナー一塁二塁という場面で、つくも、あれ、つくもってパワー D しかなかったっけ。アルモ C くらいあるかなって思ったけど、そんなないんだ。見送ってボール、カウント2ボール2ストライクです。打ちました。お手元のファーストゴロ、セカンドフォースアウト。さあここは抑えたい場面。バッターは六本木、今日はサードフライとファーストゴロ。ゲッ、打ったい当たりだ、ヒット、一塁ランナー二塁を回った、六本木タイムリーツーベース。しらす、なおもピンチが続きます。ガラスとか連打なんて持ってたっけこいつ。変化球ストライク、インローへ、ゲー、持ってかれた、ひでー。せめて勝ってくれ。勝った。最後2点入ってるからホームラン打ったんだな誰かが。ゲ、下がった。最後の最後にやられたな。1位にはなってるか。これは先発だね、もうそれしかないよ。いやでもこれ多分そんな伸びてないよね、天才の入部届を使った割には。そもそも経験点いくつなの、まあ、あとここでもらえるっちゃもらえるからね。 A には届いたから、脅威の切れ味か。よかったよかった。友沢のど根性が失敗してるのと、最後の甲子園が微妙だった。7900、まあ8000、まあ、100だったとしても8500には届かないくらいだったか。結構良くない、経験点的には。そうするとピッチャーでだって8500ってすごいよね。8500出てないんだけど、実際には俺の妄想だから、白洲高校の妄想。ちょっとスタミナエースにしとこう。で、なんだっけ、あ、脅威の切れ味だ、脅威の切れ味とこう。293あんのか、だったらスタドラ取るか、5にしとこう。球速を上げられるところまで上げる。で、これでスタミナ100とかってさ、100なんねえし。待って、あ、ちょっと待って、これ下げすぎた、本当は。なんか取れるのある、これ火消し、先制ストライク。ちょっと筋力使いたいよね。使いたいって言ってもそれは取ったか。伸びとかももう技術がないからな、技術不足になってんのか。じゃあ先制ストライク取ろう。で、あとはもうちょっと上げられるところを上げていくか。はい、使い方的には悪くはない。総力がちょっと余った。よし、まあそうだね、ちょっと天才の入部届使った割にはっていうところはあるけど、どうだろうね。やっぱ編成すげえ悩んだんだよね。編成すげえ悩んだ結果これなんだけれども、やっぱね、なんだっけ、風薙くんをどうしても借りなきゃいけないとなると、凪ちゃん入れられないかね。この2人入れられないってなるとなかなか厳しいよね。
まあそうだね、もうちょっと投手については編成を見直してやっていきたいと思うんだけど、試合が疲れるんだよね、どうしても。だからね、こう野手やりたいなって思うんですけど、まあ今ね、コツ持ちウィークなんで、強い選手が作りやすいのは確かなんで。でもな、内角ってどうだろうね、最悪コツなしでもねいいと思うんだけどね。だから三田村くんをねちょっと風薙とかに変えてもどうだろう、ちょっと分かんないですけど、まあいろいろ考えてまたやっていきたいと思います。というところで、じゃあ今回はこれで終了します。最後までご視聴どうもありがとうございました。